ャパニーズフィルムフェスティバルオンライン2024をご覧の皆さん、こんにちは。映画おいしい給食卒業の監督をしました綾部真也です。この作品は、日本ならではのですね、小学生中学生が食べる昼食、その中の給食という文化にフューチャーして作りました。普段は厳格で厳しい甘利田先生とその教え子である神野剛君の給食対決が見どころです。二人のですね、時には戦い、時には肩を組み、この絆、友情というものに注目していただければと思います。それではよろしくお願いします。